どうも皆さん、きっとこんばんは、武藤祐樹と申します。今日はですね、購入品の紹介動画になるんですけれども、今回のお店はですね、実家の近くに漫画倉庫がありまして、そこでですね、購入したカードたちになっております。そこのストレージがですね、なんと10円ストレージになっておりまして、他のカードショップとかだと30円なんですけど、それに比べて3分の1のお値段で買えるということで、いくつかカードを買ってまいりました。なので今回はなんとすべて10円のカードたちになっておりますので、ぜひご覧ください。それでは行ってみましょう。で、まあ値段が10円というところもあってですね、他のショップでですね、購入した購入品紹介に比べると、まあ正直言うとですね、目玉商品的なのはなくてですね、まあまあ10円なら買うかみたいな感じでですね、買ったカードも多いので、それぐらいの感覚でですね、見ていただければと思っております。まずは、ジェミナエルフのジレアですね。デュエストレガシー4のジレアになっております。お次もバニラのジレア、フロストザウルスのジレアですね。これようやく2枚目が集まったところですね。地味に嬉しかったのがですね、アクアマドールの海外版のジレアがありました。日本語版のジレアもですね、今探してるんですけど、まだちょっと出会ってないですね。お次が戦闘機レイのジレアですね。リンクブレインズパック3のやつですね。まあ、正直セレクション5で再録されたからですね、正直カードとしてのその値段的なのはもうそんなにないんでしょうが、まあ、ジレアっていうのがミソですね。これが2枚ありましたので、2枚回収しております。で、僕の動画でよく出てくる羽クリボーですね。こちらジレアですね。ようやく羽クリボーのジレアも3枚目が揃いました。これは嬉しかったですね。で、お次も海外版で、ハネハネのジレアがありました。これ、名前がいいですよね。ローマ字でハネハネっていうところもいいなと思って買ってきました。なんか気づいたらハネハネで1ページ作れそうな気がせんでもないですね。次が状態ボロボロのサンガ2期ですね。こいつが落ちてました。で、そのお友達のスーがですね、こっちはですね、結構状態が綺麗なんですよね。これも10円ストレージで落ちておりました。フーガがなくて、ウォータードラゴンですね、次が。まあ、10円だったらいいんじゃないかなと思って買ってきました。で、お次は、これはですね、嬉しかったですね。メガロックドラゴンのスーパーですね。以前ですね、別のショップでこれのレリーフを見つけてですね、3枚揃えたいと思ってるんですけど、まずはレリーフが集まるまではスーパーを入れてですね、ファイルをしのぎたいなと思ってるところですね。お次が地底グランマーグですね。これもなかなか状態が良くて10円ですね。他のショップの30円ストレージでたまに見かけるんで買おうかなと思ってたんですけど、まだ持ってないのでここで回収してきました。で、邪帝ガイウスですね。これはストラクのウルトラになっております。で、寄生虫パラサイトですね。こちらはパラレルではなくてウルトラになっております。いつ見ても気持ち悪いイラストですね。で、これはジャンプについてたウィクトリアですね。なんとこのカード、四隅がですね、かわいそうなことにハサミか何かでカットされてるカードになっております。一体何があってカットされたんでしょうね。お次がフェルグラントドラゴンのウルトラですね。これも僕の動画でよく出てくるカードだと思います。で、お次が魔導戦士のブレイカーのゴールドですね。こちらが2枚ですね、ありましたので回収してきました。イラストがですね、結構ゴールドに合ってるんですよね。ゴールドってあまりこう世間からは人気がないレアリティなんですけど、こうやってカードによってはですね、結構ゴールドが似合うカードがあるんで探してみるのもおすすめです。お次がジャッジメントドラグーンのウルトラですね。これもですね、なかなかテンションが上がったカードの1枚ですね。10円で買えるならめっちゃ良くないですか？で、ジャッジメントドラグーンはゴールドレアも落ちてました。1、2の3枚ですね。3枚あったので、もうまとめて連れて帰りました。まあ、ゴールドも悪くはないですよね。もうイラストが神ですね。で、お次が XYZ ドラゴンキャノンですね。ストラクに入ってるウルトラレアになっております。ちょっと状態はあまりよろしくはないですけど、10円ならよしとしましょう。で、お次が生体竜ですね。こちらもゴールドになっております。いや、めちゃめちゃかっこいいな。神イラストすぎて見つけるとすぐ買っちゃうんですよね、生体竜。お次が唯一のトラップですね。鎖付きブーメランのプレミアムパック5のカードですね。状態はあまりよろしくないですね。あまりどころかめちゃめちゃ傷だりになっております。でですね、ストレージ探してびっくりしたのが、なんとシークレットが3枚ほどですね、見つけることができました。1枚目がですね、こちら。ロード・オブ・ドラゴンの初期シークレットになっております。
まあ、状態はですね、備品ではないんですけど、初期のシークレットがですね、10円ストレージで見つかるっていうですね、それだけでもかなり嬉しくて買ってきました。しかもですね、なんと2枚やったんですよ。やばくないですか？紙ストレージでしょ？これ10円で2枚も見つけちゃうっていう、めちゃめちゃラッキーなタイミングでしたね。やばいな、いつ見てもかっけえな。ちょっとこの初期シクだけでロードオブドラゴンは1ページ作りたいなと今思ってるところなんですよね。で、お次がもう最後の1枚になるんですけど、これなかなかやばいですよ。最後の1枚がこちら、アームドドラゴンのレベル10になっております。まあ、見ての通りですね、状態もかなり悪くてもうバッキバキに折れてはいるんですけど、アームドドラゴンレベル10のシークレットが10円ストレージにあるっていうのがもうマジでやばくないですか。今日ご紹介したシークレットは3枚ともなんと奥さんが見つけたんですけど、ようやったと、もうお店で拍手したくなるぐらい嬉しかったっすね。めっちゃかっこよくないですか。別のショップでですね、このアームドドラゴンレベル10のシークレットを300円で見つけたんですよ。確か駿河屋さんだったかな。それに比べるとですね、もうボロボロなんですけど、やっぱですね、10円ストレージでパッと出会うっていうのが神ですよね。めっちゃかっけえな。ということで今回はですね、漫画倉庫さんで購入した10円ストレージのカードになっております。まあ、今出してるこの3枚がですね、シークレットでまさか出会えると思わなかった3枚になっております。どうしてもですね、漫画倉庫さんのストレージはスリーブとかにも入ってないんで、状態があまり良くないカードが多いからですね、傷ありのカードが多めにはなっているものの、10円でこのカードたちが買えるのはマジで神だなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイチャ。